ラジル国内では各地でサポーターが集まり選手に声援を送ります。日本では町民の1割がブラジル人という群馬県大泉町でも遠いブラジルに熱いエールを届けます。試合はブラジルバルセロナオウンゴールでクロアチアが先制。オウンゴールが大会初ゴールとなるのはワールドカップ史上初の出来事です。こちらも史上初めて日本人として開幕戦の笛を吹いた西村さん。実は西村さんとブラジルには深い関係が。前回の南アフリカ大会、西村さんは準々決勝でブラジル戦の主審を務めましたが、その試合でブラジルは敗退。国内では西村さんは因縁の相手として報じられています。この日の試合でも、そしてカードが出そうです。あ、ネイマールですね。イエローカードはネイマールです。ブラジルのエースネイマールにイエローカード。この判定にブラジルのサポーターは激怒。因縁再び。不穏な空気が漂う中、同点で迎えた後半24分。クロアチアロブレンのこのプレーに対し、西村さんはファールと判定。ブラジルは PK を獲得し、スタジアムは歓喜に包まれます。ネイマールの2得点の活躍でブラジルが勝利しました。今日は良いビトリア、良いスペラーヴェラビトリア。Estrear uma Copa do Mundo com dois gols é uma felicidade muito grande。西村さんを批判していたブラジルのサポーターは、僕らは彼のせいで敗退したけど、今日は勝ったから、それはとても良いことだね。とても良かった。本当はペナルティじゃなかったけどね。一方、クロアチアのサポーターは、